選挙結果を報じる新聞、世界通信第26回衆議院議員総選挙は、1953年4月19日に日本で行われた国会議員の総選挙である。1953年1月に再開された第15国会では、吉田内閣は野党構成と自由党内部の鳩山一郎派の反行にさらされた。折しも2月28日衆議院予算委員会で、 吉田主弦首相は、右派社会党の西村栄一衆議院議員の質問に対して馬鹿野郎と不規則発言。この出現は野党及び鳩山民党にとって絶好の工事となり、右派社会党は吉田首相に対する前代未聞の懲罰動議を提出した。3月2日、懲罰動議は上提され、自由党から鳩山民、党27名へ、 広川博前農林大臣派30名が欠席し、賛成191票、反対162票で、懲罰同義は可決された。しかし吉田は、政権最大の危機に対して、日本国憲法第68条に基づき、広川農省を罷免した。これにより吉田は、最大限の首相権限を古い政権維持を目論んだが、広川派の鳩山派合流により、 吉田陣営と野党など、反吉田陣営の対立の鮮明化、そして多数派がいずれかが不明瞭になり、各委員会の審議はストップし、昭和28年度予算案を筆頭に130件、あまりの法案が審議停止状態に陥った。3月13日野党は、吉田内閣不信任案を提出し、翌3月14日、不信任案は、衆議院本会議に上提された。 同日、鳩山、三木武義、河野一郎、石橋丹山ら鳩山派22名は自由党を、脱党し、不信任に賛成投票をした。投票結果は、賛成229票、反対218票で11票差で、内閣不信任案は可決された。吉田首相は、政治指南役の松野鶴平の助言を入れて、衆議院を解散した。この解散は、 吉田茂首相が予算委員会において馬鹿野郎と呟いたことを発端として内閣不信任案可決につながったことによるものであることから馬鹿野郎解散という俗称で知られている。また、1953年12月に奄美群島が本土に復帰したことに伴い、翌年2月に奄美群島選挙区で選挙を行ったが、いずれの候補者も法定得票に達しなかった。 4月に改めて再選挙を実施。同日に実施される予定の最高裁判所裁判官国民審査であるが、審査対象の裁判官がいなかったため、実施されなかった。日本国憲法施行後に行われた衆議院議員総選挙のうち、同日に最高裁判所裁判官国民審査が行われなかったのはこの時のみである。与党。 自由党は過半数を大きく割り込む202議席となった。一方の鳩山自由党も結党時より2議席減の35を議席に止まった。また、改新党も89議席から77議席と4分の1近く減らす結果となった。このように保守陣営が振るわなかったのに対し、革新勢力はのきなみ好調だった。左派社会党が、 前回の56から72議席へ、右派社会党も6議席増となった。そして労農党は1議席増、前回0議席だった、共産党も1名が当選し、衆議院での議席を回復することができた。自由党、改新党、日本社会党、日本社会党、分党派自由党、労働者農民党、日本、共産党、諸派無所属、アマミ、軍党国政参加選挙、当選者、再選挙など、 この選挙では、第一回衆議院議員総選挙以来、連続25期63年にわたって、衆議院の議席を守り続けてきた尾崎幸男が落選した。このため、選挙後に、衆議院は尾崎を衆議院名誉議員とする決議を行った。ありがとうございます。